我慢の限界ですということで、全国のマリンズファンの皆様こんばんは、大チャンネルです。ということで今日の試合、バッティングセンターでしょうか。オリックスバファローズ、21安打、15得点。一方のマリンズ、6安打で2得点。非常に打線の差が出たね、試合となったんじゃないでしょうかね。まあこの中で僕が言いたいのは、オリックスバファローズの皆さん、あなたたち、凡退ってもの知ってますか？いや、マジで、マジで。5回、6回、7回、8回、9回と、5イニングで15得点取ってます。これもプロ野球スピリッツだったら余裕でコールド負けですからね、これね。ということで今日の試合振り返っていきたいと思います。昨日同様にね、先制したのはマリーンズなんですよ。2回の裏。先頭山口選手がヒットで出まして、で、エチェバリア選手がライト前、ヒット繋ぎましたが、山口選手が二塁ベースちょっと過ぎたところら辺で飛び出してタッチアウト。まあ、ここでも何してんのっていうふうに思ったんですけどね。しかし !9 番の加藤拓馬選手がなんとレフトスタンドへホームランを放ちましたナイスバッティング、先制ツーランホームラン。あ、やべえ、貯金すんの忘れてた。はい、貯金ね、貯金ね。はいし。はい、加藤選手がツーランホームランを打ってマリーンズが先制しました。まあ、ここまで昨日と同じ展開ですよね。マリーンズが先制するっていう。そして昨日はね、点を取った直後に、まあ、T 岡田選手にスリーランホームランを打たれてしまいましたが、三輪投手がね、3回、4回と2イニング連続で、抑えてくれましたというところで、今日はね、完全にもうこっちのペースだなというふうに思ってました。まあ、ちょいちょいオリックスもね、ずーっとチャンスを作りながら1本が出ないっていう状況が続いてたんですけども、そして5回の表に、オリックスバファローズが、もう色で言うと青から赤に変わりました。完全に。まず先頭宗選手、ヒット。そして吉田正尚選手に宇宙間を破るタイムリーツーベース。あなたですよ、一番は。凡退ってもう知ってます？全打席出塁の吉田正尚選手。そしてラオウにもヒットで繋がりまして。で、T 岡田選手を空振り三振に取ったところでピッチャー交代。ここの交代が俺マジで良くなかったと思う。こんなワンアウト1、3塁のとこで変えちゃダメだって。絶対にダメ。で、東投手に代わって、2アウトまで行きましたが、もや選手に勝ち込まれました。センターに。これ逆転スリーラン。まあ、結果的には昨日と同じ試合展開になりましたね。で、その後もフォアボールと、まあ、藤岡選手のエラー。そして福田周平選手のタイムリーツーベース。2点タイムリー。これで一気に6点。オリックス。で、6回の表には、今度はピッチャーが田中康。先頭吉田正尚選手に初球をホームラン。何本打つんだよ、お前。まあ。そして7回の表にも田中康弘投手がマウンドに上がりまして、3失点しました。で、9回の表は、唐川投手が、まあ、久々のマウンドに上がりまして、5失点。1イニングで40球投げてしまうっていうね。非常に、まあ、悔しいマウンドにはなりましたね。ということで、まあ、ちょっともう、15点も取られたんで、もう、一個一個振り返ってるともう、20分、30分ぐらいの動画になっちゃうから、もう最後のは何失点何失点って飛ばしてしまいましたけれども、まあ、僕からしてみればね、こんだけ打ってくれてよかったなっていう感じですね。なぜなら、明日対策しやすいからね。勢いあるっすね、でもオリックスね。本当に怖いですよ。これで、ロッテとオリックスのゲーム差が、あっという間に1ゲーム差になりました。でも、1ゲーム差あるから。1ゲーム差あろうとね、10ゲーム差あろうとね、首位は首位だから。首位をキープすれば優勝なわけでしょ？まあ、仮に明日負けたとしても、まあ、勝率の差で首位にはなるけれども、厳しくなってくるよね。だからマジで、明日勝つんだよ。ねえ、ガンちゃん。ガンちゃんにとりあえず試合を作っていただいて、ロッテとしては苦手な田島投手、またロッテキラー出てきます。おそらく藤原選手がスタメンで来ると思うんですけどね。後半戦2戦目にホームラン打ってますから。まあ、相性の良さっていうのは結構あるかなっていうふうには思うんで。まあ、とにかく、今日の序盤のような試合展開を、まずは作ることだね。で、あとは、ピッチャー陣が踏ん張ること。そして、エラーで自爆しないこと。フォアボールで自爆しないこと。ね。そうすればもう勝てるよ。今日で多分、対策すべき点はね、結構出たと思うんで。明日のピッチャー陣にね、期待したいなというふうに思います。あと打線もちろん援護しようね。昨日はチャンスを作ったけど、あと1本が出なかったっていうところあったけど、今日に関してはチャンスもろくに作れてないからね、あんまり。はい。明日は本当にランナー貯めて、いっぱい点取りましょう。もうこれをやり返すぐらいの気持ちで明日、絶対勝ちましょう。ということで、本日の試合は15対2、コールドゲーム。お疲れ様でした。